で、最後ですね、最後メインですね、はい、朝倉未来 VS、萩原恭平ということで、この試合はもう試合前から本当にすごかったですね。なんか2人の、うんうん、もう煽り合いというか、うんうん、空気感がなんか久しぶりになんか試合前からこう盛り上がってみんなが注目する試合っていうのがあったんじゃないかなっていう感じじゃない？確かに確かに。軽量の時とかすごかったですもん、バチバチの。いやでも本当に2人ともさ、元アウトローというか、うん、不良 で同じような境遇で上がってきてみたいな、いいストーリーがありましたよね、本当に、うん。で、なんか煽り V とかもさ、すごい上手くてさ、なんかもう萩原選手がもしかしたら勝つんじゃないかっていう雰囲気すごい出てたじゃん。うん、確かに。あれ煽り V のさ、テクニックだよね。と、あと萩原選手の見せ方だよね。うん、まあ、でも本当に本人でも自信あったと思いますけどね。うんうん、で、試合結果は、まあ、兄貴の完勝でしたね。もう、テイクダウン入って、まあ、萩原選手が、寝技がね、苦手なんで、まあ、今回、まあ、作戦でも、その、苦手な部分で攻めていこうっていう作戦だったんで、まあ、完全にそこを徹底して、完封してましたね。うん、多分、萩原選手はもう、殴り合いをしたかったと思うんですけど、まあ、そこには一切付き合わずっていう。多分、付き合ったとしても、まあ、勝つとは思うんですけど、本当にリスクを起こさない戦い方というか、スマートに勝ちましたね。うん、組力にやっぱ差があったかなっていう印象ですね。その萩原選手は結構その柔術の先生とかに習って、寝技を強化してきたって言ってたんですけど、まあ、10ヶ月間ぐらい試合してなくて、その期間にすごい強くなってるみたいなこと言ってたんですけど、やっぱ組み技って、ね、すぐにはなかなか強くならないんですよね、まあ、やってるから分かるんですけど、本当にそんなすぐに身につくようなもんじゃないんで、そこの差はやっぱありましたね。うん、僕なんか見てて1ラウンド目の踏みつけのところめっちゃうおーってなったんですけど、当たってなかったですよね、多分胸ぐらいですね、うんうんうん、胸に当たって一瞬うおーってなったんですけど、ニータップっていうようなもの、肩のところを押して倒すテイクダウンを作戦で立ててて、うん、それを完璧に決めてましたね。で、簡単にテイクダウン取れてたんで、まあ、それは抑えもね、結構うまいんですよね、兄貴の。立ちづらいんですよ、かなり。うん、なんで、多分萩原選手も想定してたより、多分なかなか立てないなっていうイメージだったと思うんだよね。で、抑えられてると、どんどん消費していくから、下が。だから、多分後半はもう、力がなかったっていう感じの印象でしたね。でも打撃に関して言えば、萩原選手も本当にいいもの持ってるなっていうのを感じましたね。そのセコンドで見てて、やっぱり上手いし、技術も高いですし、あとはね、気持ちの強さがすごいですね。もう最後の最後まで本当に倒しに行くぞっていう目をしてましたね。あれは本当にメンタルとかも多分強いですし、気持ちの強さがすごい出てましたし、もう花のある選手だなと思いましたね。ねえ、なんか魅力あるよね。魅力ありますね。あるしね、すごい。まあ多分年齢もまだ若いしね、多分こっからどんどん強くなっていくと思うんで、ね、まだやっぱ寝技の技術は、まだ全然雑なとこあるんで、そこが強くなったら今後、楽しみですね。なんかまた絶対リベンジするみたいなことを言ってたみたいですけど、本当に楽しみですね。なんかまた何年後かとかにまた見たいですよね。大事ですね、うん、普通にでも多分怪我とかはしてないのかな、お互いしてないんじゃないかな。本当、うん、そのなんか足怪我した、あなんかちょっと痛めたっぽいけどね。本当、まあ、今日検査すると言ってましたけど、蹴って痛めたみたいなこと言ってましたね。あ、そうなんだ、うん、早く見たいですね、2人とも、うん、年末2人ともやっぱり出るんですかね。年末見たいね。で、兄貴は斉藤選手と大晦日戦いたいって言ってたんで、うんうんうん、まあ、タイトルマッチができたら一番理想じゃないですかね、うんうんうん、だから俺もトーナメントで優勝してベルトを取って、で兄貴もリベンジしてベルト取れたら一番最高の形なんじゃないかな。最高ですね、それは、うん、今年の目標ですかね、それが、うんうん、はい。でも本当になんか試合前から試合の最後まで本当にすごいいい大会だったなと思いましたね。ね、2人が
作り上げたすごい試合だったなって思いましたね。いや面白かった本当に。やっぱそのなんか試合内容だけ見るとさ、あの判定でみたいなあの地味な感じになったのかもしれないですけど、やっぱなんかその煽り合ってるからさ、なんかもう何絶頂になってるわけだ、みんなが、うん、盛り上がりが、うん、だからなんかああいう試合になるとやっぱちょっと残念だったっていう人もいると思うけど、うん、まあそこも含めてまあ総合格闘技のさ良さというかだと思うんで、僕はでもなんかすごい新鮮だったっすけどね、なんかああいうグラウンドのなんかみくるさんの、まあ、なんていうんですか試合は食べたね今日も。俺結構ねあのね萩原選手の服装がねいつもおしゃれだなと思ってるからね、割と注目してるんだよいつも。そこそこ、だからなんかそれこそこの間マイクで出てきた時とか、この間の会の時の大会ですごいおしゃれだったからかっこいいなと思って、俺いつも結構注目してるの。独特な服装ですね、確かに。そう、かっこいい、うん、いやでも兄貴の戦い方はやっぱりなんかスマートだよね、なんか。そうだね、うん、本当に冷静だよね、そのさ、うん、煽りはもうバチバチで、うん、でそのさリングに上がって試合ゴングが鳴るまでもずっとバチバチだから、あの頼むからそのまま行かないでくれって思うんだけど、うん、本当に冷静なんだよね、うんうん、めちゃめちゃ落ち着いてる。俺にはないものだよねそれ、俺があの身につけなきゃいけないものだっていつも思う、本当に、うんうんうん、めちゃめちゃ煽り合ってるのに試合は超冷静、うん、でもう何そのリスクを負わない戦い方をするし、ね、うん、もう勝利に徹底してるよね。そう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 、いやそこを俺も学ばないといけないところですね。大晦日はそういう戦い方をしますね。はい、お願いしますよ。あの楽しみですね。スマートにいきますね。すごい、はい、ちょっとあの勝ち方も大事ですけどね、うん、勝ちに勝った方が偉いですからね。そうだね、そうですね。とか言って俺はバチバチいくと思います、うん、盛り上げないからっつって、うん、それで勝てたら一番いいからね。まあね、まあね。でも盛り上がってましたね、本当に。うん。すごいですよ、本当。